どうも、本が好きなマグロ屋だったらコニーさんことマグリーです。本日はね、マグソクです。ちょっとマグソクと言いつつちょっと遅いんですけれども、アップルが正式にスペシャルイベントを、開催するということを発表いたしました。その日付はですね、9月の9日です。まあ発表される内容としてはですね、次期 iPhone を筆頭に iWatch がね、ウェアラブルデバイスとして iWatch なのか正式名称は何も分かってない状況なんですが、iWatch も発表されるよみたいなことも言われております。ちなみにですね、日本時間では9月の10日になりますの、真夜中の2時から、スペシャルイベントを行われます。今回のね、イベントが行われる場所なんですが、アップルが Mac を初めて発表した場所で行われるのだそうです。初めて Mac を発表した場所でどのようなサプライズを行ってくれるのかが今回の、キーポイントでございますね。で、正式に発表されたそのデザインが壁紙もあるんで後にご紹介するんですが、そこに書かれている文字で Wish we could say more っていうことが書いてあるんですけど、こちらは直訳すると本当はもっと言いたいんだという意味らしいです。何かを言いたいそうです。この9月9日の発表では言い切れないんだとも取れますし、なんていうんですかね、リークされている情報プラスアルファがあるよっていうことなのか、その捉え方はそれぞれなんですけれども、まあそのように書かれております。ちなみに私はですね、その日はもうまるっきり仕事でございますので、皆様と一緒にリアルタイムで見ようという、ことができないので非常に残念なんですが、イベントが終わり次第ですね、その情報を軽くまとめてまた動画でお送りしたいとは思ってます。はい、まあそんな感じですね。最後にですね、壁紙、このイベントで関係する壁紙がね、6種類配布されておりますので、まず1つずつご覧いただきましょう。1個目こちら、じゃん。単純に真ん中にアップルマークがあって、影ができてるみたいな感じのやつ。続きましてこちら、はい、こちらはね、大きなアップルマークの真ん中にですね、日付ですよね、2014年9月9日で、先ほど言いました Wish we could say more が書いてありますね。次が、それの文字がないバージョンで、次が黒で文字ないバージョンで、最後は別バージョンのこのアップルマーク。はい、この6種類ありますんで、下にリンク貼ってます。ダウンロードリンク、 Mac 版、 iPhone 版、 iPad 版って3種類それぞれありますんで、お気に入ったものを皆さんダウンロードして2014年9月9日まで、待ちましょう。はい、というわけで、マグソクでございました。じゃあねー。今週の30秒動画は私の動画で、私がね、このまま30秒喋り続ける感じで、いきたいと思います。私が今回、皆様にお伝えしたいことはですね、 iPhone ラブという私が幹事を務めるですね、 iPhone が好きな人たちが集まって、ただ酒を酌み交わすというね、オフ会サークルみたいなのがあるんですが、そちらのオフ会の第20回オフ会が、決定いたしましたので、お知らせいたします。その、日付なんですけれども、9月の、何日だったか、9月の20日で決定いたしました。場所は梅田の、阪急トップビアガーデンですね。下のリンクに全てが分かるようなリンクが貼ってありますので、よかったらそちらからね、ご覧いただきまして、もし参加したいなという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ、ご参加していただきまして、私と一緒にお酒を飲み交わしましょう。そして時間なんですが、夕方の、5時から9時まで、5時から9時までの間であれば、そのビアガーデン、阪急トップビアガーデンはずっと入れるんですよ。でずっと飲み放題、ずっと食べ放題なんで、本当に、お得です。ちなみにお一人様は4000円。